E さんと片さんでやってるおもろいだなんですけど、僕のゲストの、第1号はですね、松浦くんです。よろしくお願いいたします、はい、おもろいだ、おもろいだいいですね。日本中にいるおもろい大人を、うんうん、子供たちにいろいろ紹介して、うん、まあ、こんな生き方してても楽しい人生送れんねやっていう。なるほど。でも、うん、せめて一番のおもろいだですよね。いや世の中いっぱいおるから、もういっぱいいるんですよね、面白い生き方してる人ね。で、面白くないだもいっぱいいますね。面白くないだはね、ここでは紹介せえへんけど、ここでぜひ紹介聞いてみたい。どんな人が面白くないんだなのか。子供ネガティブなるがな、そんな人ったら。わ、ほんま。誰が見んねん、そんな。松浦はでも別に今賞レース出てるわけでもないし、はいはい、漫才のね、そういう大会があって、ね、そういうの全然出てないですね。そうそう、もう興味なくなった。いや、これちょっとなんかせっかく呼んでいただいて、うん、やっぱお前おもろいだではないような気がするって言われたら嫌なんですけど、途中でね、別に芸人じゃなくてもいいかなとも思ってる感じですね。だから当時って漫才コンビ組んでた時なんかも、うん、その漫才師としてなんか日の目浴びたいなともしかしたら思ってたっていうか、うんうんうん、芸人やというよりも漫才が好きやったんで、で今漫才って2人じゃないとできないですし、うん、そういう意味では、まあ、なんか芸人じゃなくてもいいかな、うんうんうん、っていう感じではいます。なるほど、うん、それって俺がよく言ってる、はいはい、手段にしかないっていう、はいはい、自分が目指す世界に対しての手段が、まあ、前は漫才やったけど、実はそうじゃない手段が他にもあるって気づいて、はいはいはい、で今なんかそこに向かってるのか模索中なのか、まあそんな感じ。でもそういう意味では模索中かもわかんないですね。とりあえずやってみようと思っていろんなことやってるところかもわかんないですね。なるほど。ちなみにさ、はい、松浦は高校まで吹田です。吹田で生まれてからずっと吹田。生まれは九州大分別府。あ、そうなんや。はい、で0歳の時に、大阪の方に行きました。もうほぼ生まれ大阪やん。ほんなそうですそうです。うん、で、そっから高校まで吹田で、その大学とかは？大学は2年間だけ行ってるんですよ。あ、大阪商業大学っていうところ。はい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 。で辞めたん？で辞めたんですね。へえ、はい、なんで辞めたん？大学もそこまで実は行く気なかったんですよね、うんうんうん、でその時にやっぱり漫才ずっと好きやったから漫才師になりたいと思ってたんですよ、うんうん、ところがやっぱり周りからね、いろんな大人とか先生も親とかもそうですけど、うんうん、大学は行っとかんとえらいことなるっていうことをやっぱあんな真剣な顔でね、うん、言われると不安になりますよね。確かに。でやっぱ行った方がええんかなっていうことで行ったのはいいものの、うん、それは行きたくて行ってるわけじゃないですからね、うんうんうん、やっぱサボったりもしてましたよね。でこれサボってるこの、まあ、空白の時間ちょっと気持ち悪いなと思いながら生活してたのを覚えてますね。なるほど。でこれは良くないなっていうことで、うん、2年行ってしまったけどもうごめん辞めさせてもらうわっていうことで、うん、それ親反対せえへんかった？いや親もね、いやお金がしんどかったんや、よかったっていう。あ、そうな。ウィンウィンやん、ほんな。そう、それだったら初めから、うん、ウィンウィンでよかったはずやねんけどね。いや、そうやね。いや、でもさ、俺、はい、今思うけど、はい、大学に行く何百万を高校卒業したら、はいはいはい、自分の子供に、うんうん、これ好きに使ってええぞ、うんうんうん、カンボジアとか、うんうんうん、なんか海外、うんうんうん、東南アジアとか、うんうんうん、この金で行っておいでって言って、うんうんうん、旅をさせてあげるの方が絶対に俺人生で得るもの大きいと思うね、大学で学ぶことより。そうですね、確かに。この目的なく東南アジア行くとかアフリカ行くって良くない？いや、いいと思います、ね、めちゃくちゃいいと思う。絶対なんか見つかんで、うん、そうですね。で若い時行った方がいいですしね。いや、そうやろ。だってさ、俺らもさ、はい、まあまあね、あちこち行ったりしてるけどさ、はい、
やっぱりもっと早行ったら行っとったらよかったなって思わへんかった。あ、っていうのは思いますね。ねえ、なんか若い、もっと若い時やったら、うん、ヒッチハイクで回ったりとかそんなのもできたかもなとか。これ若くないと無理ですからね。ねえ、おっさんがさヒッチハイクして誰も止まってくれへんでしょって。俺もさ今車乗っててさ、おっさんがこんなんやってたらさ絶対無視すんで。パッシングするよね。いや、ほんまに、ね、夜やったらほんまに眩しいってなってそう、ずっとハイビームで目当てるわどけへん言うて確かに怖いですね。いや怖い。若者やったらやっぱ止まるもんね、うん、若者やったらどうしたってなもんやね。そうそう、あ、いいなっていう。いや、なんか俺からしたらさ、あ、俺も若い時やっとったから、うん、もう、うん、恩送りしようってやっぱ思うもんね。うん、うん、東京来た時はまだ漫才しとったよね。してました、してました。ね、漫才で売れよう思って東京来た。はい、そうです、そうです。うん、で、その後コンビ解散して、はい、マドンナ。はいはいはい。マドンナ解散した後はコンビ組んでないね。組んでないですね。ね、はい。で、あの後さ、はい、どんな人生歩んどったの？あれがでもコロナ前とかなんですよね。2018ぐらいに解散したんで、うん、あ、結構最近やな。あ、そうですね、うんうん、でそっからもう、うん、あの漫才はもう、やったことにしようと思って、うん、まあ、もちろん全然ねまだやってはる方もいるし やる分には全然いいんですけど、うん、あ、もうちょっとあの違うことやってみてもいいんじゃないかなと思ったんですよね、うん、なんか一時さ、はい、ホームレス生活してなかったっけ？してたよ用意してます。それは漫才してる時ですね。あ、あれ漫才してる時か。してる時です、してる時です。そうか。で当時、大阪から東京来た時に、うん、中野っていうところで、うん、5万円ぐらいで 3LDK の部屋住んでたんですよね、うんうん、これ比較的安い、東京やったら。いや安いよね、めちゃくちゃ安いんですよ、うん、ただそれはまあ、あるなんていうんですか、そういう1年半後に取り壊しますからその値段で住めますよっていう定期借家っていう、そういう借家があるんですよね、でそこでまあ住んでたんですよ。それはなんかもう1年みたいなのは無理やった？ね、これが人間って不思議なもんでね、1年半後に取り壊すから安く住めますよって言われて、分かりました、だから1年半後に出て行ってくださいねって大家さんに当時言われてるんですね、うんうん、で目見て分かりました、1年半後ですね、うんうん、それまでに用意、いろんなね、うんうん、あの用意しとかなあかん、お金を、うんうんうん、でそれ用意できへんや、うん、で自分で頭のどっかで分かってんねん、1年半後にここは取り壊されるからそれまでにお金を貯めて引っ越し資金を考えとかなあかんっていうことね、うんうん、ただ僕にとってそれはちょっと嫌なことですよね、うん、いいことか悪いことで言ったら嫌なこと、うんうん、まあまあそうだね、安いとこ見っけたらやったやのに引っ越さなあかんって嫌なことやから、うんうん、嫌なことってね、なんか現実ではないようにしようとするんだよね人って、うん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 、だから取り壊されないんだろうになってくるどうせ取り壊せないだろうになってくるね。そんな、いつの間にか取り壊すはずがないになってくるね。そうな、でめっちゃいつの間にか都合いい、人って都合いいよ、うんうん、なら、もう取り壊しはなくなったと聞いていますに勝手に頭で変換してたの僕は。そうな、1年半後に大家さんがピンポン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 ってきてガチャッと開けたらすごいあの剣幕でね、あんただけだよもういるのは他みんな引っ越してって言った時に、いや取り壊しはなくなったはずじゃないですかって僕言うてるんですよ。そうな、はぁ、言われてクズやな。いや、その誰も言ってない、うん、誰も言ってないわけだ、取り壊しはなくなったと聞きましたけども、もうそういう、なんていうの、もう事実にしてんねん自分では。へぇ、怒られて、えらい、いや怖いって言われて。いや、そう、頭おかしいやつやん2日後に出てってくれって言われて、お金もないから、もう家もなくなったんですよ。あ、なるほど。で、家財道具全部売ってね、自然にホームレスになったんやね。まあホームレスになる時って自然やからね。まあまあまあ、そうやな、俺は明後日からなるぞなるぞとは言えへんね。いないね、いつの間にかというか、まあもう全部あのほんま出てくる、もうクレーン車がそこまで来てると、うん、クレーン車のクレーンがもう屋根にかかっとると、おう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 、あ、これはいかんいうことでね。なるほど。で2日後にも全部家財道具を、まあ中古、うん、よう売れたな、売れか、あのテレビとかね売れましたよ、うんうん、高かったのに。へえ、そうで、カバン一つでスーツ持って、うん、どうしようっていう話になったんですよね、うんうんうん、どうしようかな思って、劇場とかもねライブで行くんですけど、
なんか家の、ね、荷物、バックパックのでっかいの45リットル、うん、グレゴリーのね、買って、そこに全部入れてね、下着とか。うん、で、スーツだけね、持って、劇場行って、で、寝るとこない。どうしたらいいの、これ。それこそ公園でね、劇場の近くの公園で、ネタ合わせして、今から劇場行くぞっていう時に、僕はさっき言ったように45リットルのね、バックパック持って、スーツ持って、練習してるんですよね。そしたら、あるね、お母さんに声かけられてね、あの、すごいカバンだねって、まあ目立つからね、あんなの。だから、あの、ちょっともう家なくなりましてねっていうことをね、まあこういうことがあってっていう話をしたんですよね。先の話全部しました、僕。いつの間にか人間ってあれですねって、あの、家なくならないってなりますねって言って、で大家さんがピンポンピンポン来てすごい行走でね、クレーン車が屋根に引っかかってたんですよとか言ってね、そしたらそれやったらもう家おいで言うてくれて、で鍵やな、合鍵まで渡してくれてね、そのお母さんがね後々聞いたら、お医者さんの奥さんなんですよね、でタワーマンションに住んでて、でこれいつでも来ていいよって、あのお子さんが2人おってね、で合鍵渡してくれて、んで、お腹空いてるやろ言うて、もう家なくなったら大変や言うて、なんか3000ぐらいくれましてね、さっき食べたばっかりやけどお腹空いた言うたらね、3000ぐらいくれて、ありがとうございます言って、そこでもうちょっと生活させてもらってましたね。そうなんや、ものすごい人やった、紐やな、そうそうそう、ほんま完全なるね、ロープ、ロープロープっていうの最近は紐のことちょっと太いからねなるほど、でお笑いも見に来て、家族で見に来てくれたりとか してくれましたからね。そうなんや、はい、へえ、でもなんかそういうのが結構続いたんですよ。それ喫茶店で相方と当時ネタ作りしてて、カバンこんなん横置いてますからね、ほんならすごいカバンだねって声かけられて、でいやそうなんです、実はこうこうこうで、あのクレーンがね、あの屋根引っかかってたんですよ、またかいだんだんこの話もうまなってくるもう頭かすったとかね、なんかどんどん付け足していって危なかったんですよ、ね、ありがちやな言うてたら、家おいで言うて、ほんまに、あの2世帯でやってんねんけども下今空いてて言うて、一部屋あるからおいで言うてくれたりとか、そんなんが何個かあったんですよね、ホームレスになったけど、まあまあなんとかなってたっていう感じ、なんとかなってた、プラスそのゲストハウスとかで毎日暮らしてたんですよね、そこ行けない時は、でゲストハウスでやっぱ毎日いろんなね人と出会うんですよ、外国人とか、で、えらい綺麗なね女の人がおってね、その人日本人やったんですよね、で、あのいろいろ話しかけてくれたりとか、一緒に喫茶店行こうとか、でなんかね気があるような感じやったね、あれ、そうな、そうや、なんかあった、である時あの、ね、連絡来てね、あ話があるってね、いやもうこれはもう付き合う、今でも忘れへん、中野のね、セントラルパークのマクドナルドに呼び出されてね、で行ったんならマルチ商法の勧誘でね、もうめちゃくちゃ多いパターンやねそれ俺そうじゃないか思いながら聞いとったもん今すごかったやっぱマル、すごいわあの人行ったらね、マルチとは言えへんよ、ある有名なそんなんあるじゃないですか、マルチの会社、マルチと言われてる会社やね、言うたらあかんけど、で知ってるって言って、あいやそうネズミ講のイメージしかないからねでも知らんふりしたん、僕知らんふりしたその有名な会社を、いや全く知らない、もう俺引いてもって、その子にそうやん、でも知らん、そんな会社知らんって、知らんはずがないと思ったトークを用意してた、向こうは勧誘トークを、ね、不安を消していくトークをしよう思ってた、知らんことないでしょって、え知らん知らん、いやなんちゃって会社、知らん知らん、あのネズミ、あネズミちゃうって言ったんですよネズミ講って自分で言いかけたかな多分ですけど、おそらくこっちがネズミ講の噂がある、いやあれネズミ講じゃないんだよっていうトークをしたかったはずやん、なるほど、で僕は知らんっていうのがつまずいてね知らん、あのネズミ、あネズミちゃうわって言ったんです確定やないかでね、えらいもあのこんな関係ない話やけどね、カットしてくれたんやけど、あのごま油持ってきててね、マクドナルドにやで、プレートがあってそこにごま油くっつけんねん、2つ AB、でこれあの市販のやつね、ピャッピャッてあの洗剤つけて、こっちがうちの会社のやつって言って、
実演販売しだして、そう水かけますよ、ホラー残った、はい、うちのやつはい綺麗ってこう拍手して、マクドで、マクドナルドで、そうだいぶ素晴らしいとか言って言ってんな、その人すごいですよ、ほんま。へえ、3時間話聞いたわ。そうな、でこんなや思いませんでしたよって、すいませんって帰りましたよ。いや、その人はもうゲストハウスに来んようになった。ああ、来んようになりましたね。だそういう人を探してたんかもわかりませんし、まあやっぱ出会いがある場所じゃないですか、どうしてもね。外国人の人もいっぱいおったし、でもそれがねちょっと楽しかったんですよ。毎日いろんな外国人と出会ったりとかね、して、あ、楽しいなっていうなんかモードになって出たっていうかね、でそれがあって、あ、なんか旅したいなって思ったっていうのもありますよね。うんうんうん、なるほど。なんかで、まあ、ちょいちょい旅しながら、今さ、はい、何を目指してんの？何をしたい？どんな世界を作りたいとかあんの？あ、どんな世界を作りたい？うん、そこまではない。あ、いや、なんかぼわっとあるかもしれないです。あ、そうなの。ある種なんか世界変わらんところもあるなって思ってて、うん、今、うん、だから自分がいる周りの世界だけは多分変えれるはずやから、うん、だから自分が住みやすい世界を作って、うん、僕の周りだけでもね、いけたらいいんちゃうかなって思いますけどね。うん、それはちなみにさ、どういう手法でそうしようとしてんの？嫌なやつを排除する。大事、でも大事、あのさ、大事よね。ごめんなさい、なんかごめんなさいね、こうやって、片山さん、それこそなんか教育の関係のこととかやられてるから、なんか自分でいいこと言わなあかんってどっかで思ってたんですけど、いいことなんて僕多分思ってもいないから、うんうん、もうすごい単純な話で、いい世界っていうのは僕の中では嫌な人がいない世界なんですよね、うん、単純に、うんうんうん、不登校とか多いでしょ、はいはいはい、は一緒、考え方は一緒かもしれない。あ、一緒かもしれない。嫌な先生とかをもう自分の目の前から消したいと思って、あ、そうね、こうで消えてくれへんからさ、はいはいはい、だからいないとこに行こうみたいな。 それでこう嫌な人を自分の目の前から排除して、はい、で、まあ、不登校になったとしても、うん、他におもろい人といっぱいつながっとけば、そうですよね、それは別に楽しく生きれるよね。いや、生きてる、生きれると思います、ね、でやっぱりその村で会わへんかっただけで、隣の村では仲いい人おるかもしれないし、うんうん、でそこでもあかんかったらまた隣町行ったらいいっていう、うん、最悪も日本出たらいいっていう、うんうん、確かにことになってくるかもしれないですね、うんうん、なんかこう不登校の子がフリースクール行ったりとかするけどさ、大体、はい、さ、フリースクールやろうっていう志の人たちって、はい、めちゃくちゃ子供大事にしてるし、子供の居場所をなんとかあってってやってるわけやから、うん、それは子供からしてもさ、もう行きたい、うんね、うん、あ、この大人やったらこう心許せるわって思って、うんうんうん、ね、結果としてこう自分が生きやすいところになっていくんやろなって、うんうん、そういう意味ではその、松浦が言ってたさっきの嫌な人を排除するっていうのはめちゃくちゃ正しいかもしれないね。そうかもわかんないですね、うんうん、それとなんか頑張りたくない、うん、って今ちょっとなんか思ってるかな、うん、なんかあの頑張らなあかんと思って頑張ってきたところも多分あるような気して、いろんなところ で、うん、で自分が好きなことやったら別に頑張るとかあんまないじゃないですか、概念が、うんうんうん、そうじゃないところでなんか頑張らなあかんもんやんなって勝手に決めてたもんを全部排除していきたい、うんうん、で嫌な人も排除して、そうやね、だって、うん、好きなことやってどんどん上手なっていく人って自分は俺頑張ってるわって思ってないよね。まあまあ思ってないでしょうね。やりたいことをただ夢中になってやってる、うん、ただこうなりましたっていう感じよね。そうですよね、うんうん、確かにそれは本質やろうな、うん、まあ僕もどうね、これがなるか分かりませんけど、今思ってることと多分
おそらくですけど1年後思ってることも多分違うでしょうしね、うんうんうん、もう変な話朝思ってたこととちゃうしねあー今日ラーメン食いたいな言うててもやっぱカレー食うてたりしますからね。あ今日ラーメン食いたかったのほんま。あいや例えばですよ、うん、まあまあさっきカレー食うたんあれ無駄やったんかな無駄じゃない無駄さっきカレー食うたカレーって出てきただけでねそんなおごって損したわって いやそんなん思わんでね思ったそ前にさちょっと松浦喋った時にも言ってたけどさ、はい、俺はなんか人に期待をしすぎんようにこうしてるっていう話を前にしたと思うけどね、こう約束してもこの人は約束守るかもしれんし守らんかもしれんって俺は思って約束してんねんよ今、はいはいはい、昔やったらちゃうよ、うん、もう約束したんやからお前絶対破んなよってでお前何があっても破んなよって思っとったけどさ、はいはい、結局そうなれへんからさ大体そう偉いもんでねそうあのやっぱ破るしさ人はねそうで平気やねあれいやほんでそのことでさ破った方平気やのに、うん破られた方傷ついて、うん、なんかこう一人へこんだりしてるでしょそうですこれ全然精神衛生上良くないなと思って、うん、それやったら花から信用しないそうそうまあ信用しないまで言うたらねほんまに言い方がねちょっとあれやったけどそういやでもある程度人ってこう、うん、気持ちも変わるし、うん、変わる変わる約束だって絶対ではないし、うんうん、ねなんかまあそんなこともあるよねみたいなそうですね、ね、約束しててもできんこともあるよねみたいなぐらいの気持ちの方が楽ですねそうそうそうでまあ現に自分もそういう時もあるしね、うん、そう、うん、いやめっちゃだから俺もなんかその考え方になってからめちゃくちゃ楽になったもんねうん、うん、いやまあまあでもあれやねこれからだから、まあ、何目指してんのっていう話はなんか前よりその目指してないような気するんですよ、ね、今さっき言っていただいて何を目指そうっていう感じやった気がするんですよね、うんうん、なんか分かりやすい何かを何かあるかなって探したぐらいだからっていうことは目指してないんかも分からへん、うん、変ですね今、まあ、英語をもっと上手になろうとかそういう小目標はあるけどあまあまあまあそうですねこれはもうでもずっと、今勉強してるんですけどそれはもうなんかずっと続けようって思ってるだけ、うんうん、まあ今なんか変な仕事してるよねあの忍者変な仕事ってない忍者屋敷かなんか変な仕事ではないちゃんとした仕事なんですね仕事ですあの海外の人が来る場所ですねインバウンドの人が来るような場所で働いてですね忍者屋敷で案内して、うんうんうんで、まあでもそれはこの英語喋れて海外の人とコミュニケーション取れておもろいなと思って楽しくやってるわけでしょ今まあまあそうですねだからそんな楽しいなとも思ってないですよあそうなんやふわふわしてんなふわふわしてるかもしれないふわふわしてるわ、うん、そうやね、うん、あのちょっとじゃあ最後にその聞きたいんやけどさ、はい、何が楽しいのどんな質問ああ何が楽しいかいや、うん、うん、あいろいろあるんですけど楽しいことは、うんうん、もうオンライン英会話みたいなんで、うんうん、そのあのネタ試したりしてるんですへえあのフィリピン人の講師の人とかにいろんな講師の人に、うんあの試したりとかして、うんうんうん、でそれ全あの一回ね全部下ネタを作ったんですよもう、まあ、ここで言わん方がいいねこれはね言うた方がいい言わん方がいい、ね別にいいよあのまあ言わん方がいいでしょう結構なこと言うからそれ一回作って言うたらやっぱ十人十色でねもうなんかあの先生が引いてる顔とか見てで僕注意されたこともありますね、うんそんな考えちゃよくない今すぐ改めろみたいなことを言うてるんですよねであれ25分でね自動に切れるんでプチンって切れるんで、はいはい、もうドン引きの顔でプチンって切れたりね
感想聞かせてくれとかもあったしそれをね、なんか変な話、一人で僕やってるんですよね、だそれもなんか楽しいなと思います。いつかちゃんとどっかでね、披露できる時が来たらいいなと思ってるぐらいのだの感じかもが今、なるほど。いや、やっぱりお前散らかってるわ散らかってね散らかってるわ、いろんなことが散らかってました。いや、散らかってる。まあなんかこんな散らかった大人でもこう楽しく生きれてるし、別にね、なるようになるよみたいなことやんか、言うたら、うん、なんかその例えばさ、小中高で、はいはいはい、例えばいじめに遭ってましたとかさ、うんうん、芸人の子とか結構多いやんか。そうですよね。でもなんか全然ね、うん、もうそんな、そんなこともあったなぐらいな感じやんか。もうなんならネタにしたろうみたいな、うん、そうですね、うん、そうで同じこと考えてるやつが結構近くにいなくても遠くに絶対いるのはもう確実なんですよね、うん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 、なるほど。だからそういつもどっかで会うかも、会わへんかも分からへんけども、うんうんうん、こんなこと考えてるのは一人じゃないはずなんで、うんうんうん、なるほど。だからそれ結構勇気もらえるモチベーションになるような気がするんですよね、うん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 、なるほど。いや、なんか第1回にしてはちょっと過激なんぶち込みすぎたかな。いや、そんなことないでしょ。そんなことないかな。いや、第2回またね、どっかで呼んでくださいよ。え、呼べへんのかいな。おもろないだーで、おもろないだーでもなんか普通だーでもいいですよ。第1回のゲストがふわふわした感じで何も答えも見つかってないかもしれんけど、まあこんな生き方した大人もおるいうことでね。申し訳ないですね。うん、まあ、あの引き続きでも毎月あのいろんなゲストを呼んでいくんで、楽しみにしておいてください。お願いします。はい、ありがとうございました。